当時の反見物と見られる画像を。当時のスチール写真。本編フィルムは現在行方不明とされる和製キングコングは松竹キネマが制作配給し、1933年10月5日に帝国館と新宿松竹館で公開された短編喜劇映画。鎌田撮影所制作、白黒、無声映画。同時上映は、放浪の名君。 高一と友人はその日暮らしのルンペン生活を送っている。今日も二人は砂浜をあさって小銭拾いをしている。高一の友人にはおひかりという恋人がいるが、おひかりの父親は彼の貧乏暮らしを理由に二人の仲を引き裂き、無理やり他の男をあてがった。高一の友人は、なんとか金を得る方法はないものかと浅草をうろついていると、ちょうど映画館では、 米国映画、キングコングが大評判だった。これを見た、彼は見世物工業史に、和製キングコングで一儲けやろうと持ちかけて、相談一決、縫いぐるみをかぶって、キングコングとなり、和製キング、コングの見世物は、大繁盛となる。ところが、舞台の最中に、お光がその木でもないのに父親に押し付けられた男と二人で、見物席にいるのを見つけた、彼は我を忘れ、 舞台から飛び降りて、お光の後を追う。いきなり現れた、キングコングに街は、大騒動となり、天夜湾屋の鳥物劇とキングコングの大活躍の末に、お光と男を捕まえた、彼は、恋がたきの男を、キングコングに仕立てて縛ってしまう。そこへちょうど工業士が儲けた金を届け、一躍大金を手にした、彼は、お光と望みを遂げるのだった。 1933年、全世界公開された RKO 社の特撮怪獣映画、キング・コングは、日本でも公開前から大評判となり、これに便乗した映画企画として本作が制作された。本家、キング・コングの日本配給権を、RKO 日本社と神戸の千鳥工業が争っている間に、松竹キネマが映画化してしまったのである。喜劇で定評のある、 斎藤寅次郎が監督し、全編ドタバタの南戦ンンスタンペン喜劇に仕上げられ、ユータプロ制作の放浪の名君の添え物として公開された。山口勇が演じる和製キングコングに噴する男は、劇中の役名がない。この男が和製キングコングに噴した途端に怪力となるが、劇中には特にその説明はない。斎藤の映画では、追っかけの場面で、 よく青年団や弓矢を携えた、小武者姿の親父が、ギャグで出てくるが、本作にも、この場面がある。北川冬彦は、キネマ旬報昭和8年10月下旬号で、構成が抜き差しならず、なされているのは、伏見明の手柄なのだろう。山口勇、山田長政、小泉康子、など、斉藤流、フィルム原版は紛失したものと見られている。ありがとうございます。